ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおはようございます、ミネオです。今回は、ランキング上位に食い込む、裏技、こちらの方をご紹介させていただきたいと思います。今もうね、ランキング戦線がもう大変なことになってる。なんか人によってはね、なんかもう150万とか60万ね、出しても1位になれないとかね。なんかもう100万点以上出さないともうこれちょっと上位無理なんですけど。ということで、ランキングに関してね、ここを約2週間ちょっと調査して、あくまでこちらはね、個人調べになるので、ちょっと証拠的なあれはないんですけども、おそらくこれ間違いないだろうということで、紹介させていただけたらと思います。はい。で、ちなみにランキングなんですが、私は、前回、約86万点ぐらいだったかな。で、無事ゴールド2に昇格しました。ありがとうございます。で、この私のグループでは、1位の人でも100万点ぐらい。だったので、これ何かしらこのね、チーム分けの時なんかあるんじゃないかということで、ちょっと2週間ほど調べた結果、おそらくですけども、入った順に割と割り振られてんじゃねえっていうのが、一つの結論としてありました。なので前回は、その日の月曜日の夕方近くに、インしてやってみたんですけども、そうするとそれくらいの柔らかなね、チームになったので、多分、こう、まあ、ガチ勢というかな、すごくやる気のある人たちはやっぱすぐね、参加してると思うんで、そういうところに入っちゃうと、もう、とんでもないスコア出さないと上位に行けなくなってしまう。で、後々はね、まあ、今度降格しちゃったりあるかもしれないんですけど、とにかくね、上位に食い込みたい、ランキングスコア上位組み込みたいという方はね、極力遅めに、こちらのね、ゲームに参加してみてください。なかなかこれじれったいとこだけどね。イベントあるし、はよね、これもう、回らんといかんし、みたいなね。回らんといかんのだけども、あんまり入ると、ランキング的にはちょっとね、大変なことになっちゃう。ということで、ランキング上位食い込みたい方は、極力、遅めに、ゲームをするようにしてください。そうすると、多分ね、優しいチームに入れると思います。はい。いつもご視聴ありがとうございます。よければ、チャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。